お、タイマーだね。お、行った。どうだ？うん、どれどれ？あら。あ、失敗か。俺っちしか映ってない。残念だね。お疲れ様です。ムービンです。今回もマージカルマン伊藤のゲーム実況やっていきましょう。前回のパートは、この4人目のパーティー、さくらまなみちゃんが仲間になりました。ね、16歳に死んでしまった狭間康介くんの幼馴染となります。で、この前回の章5章、今回の5章だから4章かな、4章をクリアした際にいただいたアイテムを見てなかったんですけど、それがね、あれどこだ、あのね、装備品で、あの前回これ大事なもので、例のあれとかこだわりとか見たんですけど、このリミットレスだ、リミットレスがどういう効果かっていうと、あの歩行とかによって猶予が回復していくと、基本的な積み防止アイテムだと思うんですよね。で、私は基本的に積みたくないし、ストーリーを楽しみたいんで、このリミットレスはつけていきます。で、できる限り回復した状態で敵と戦うようにしたいと思います。というわけで、今回5章の葉月と未練やっていきましょう。パーティーは多分これで全員揃ってるので、そうだね、サブクエストとかがだんだんできるようになってくるのかな、みんな揃ったし。そこら辺をね、ちょっとチェックしに、また、現世、現世、まあ、いわしていたい、行きたいと思います。神々か。はい、まずは、狭間家に来ました。はい、ラスターさんですね。おかえり、コウスケベ、アオイッチ、クラノスケベ、それともしかして、うわ、まさかラスターと話せる日が来るなんて思わなかったな。マナミンじゃないですか。うわ、何年ぶり？そんな慣れ慣れしい感じ。あ、でもさ、もともと幼馴染だから、顔見知りではあるよね。まあ2年ぶりくらいか。もう会えないと思ってたからな。うわ、俺っちの心満たされたわ。若干おっさんくせんだよな、この犬。こいつもなんだかんだ言って女好きじゃないか。うるさいぞ、クラノスケベ。こいつ、脳内に直接。ねえ、みんなで写真撮りたい。あ、それいいね。スケさんのなんとかタッチでいけるよね。スケベタッチ。違う、ゴーストタッチだ、バカだれ。ラスターも一緒にどうだ。え、いいの、行く行く。みんなで2階に上がった。さてと。ちゃんと映るかな。心霊写真になったりして。俺っち真ん中でいいの。よし、こんなもんか。じいちゃん頼む。よし、じゃあ押すぞ。あ、さくらちゃんもっと寄って。これくらいですか。バッチリだ。じゃあ、俺は、幸之助。違うな。幸助だから合ってるか。幸之助の、合ってる。幸之助でいいんだっけ。合ってるね。幸助くんだもんね。幸之助の後ろな、押すぞ。お、タイマーだね。お、行った。どうだ。どれどれ。あら。あ、失敗か。俺っちしか写ってない。残念だね。まあでもいい写真だと思うな。俺もそう思う。ラスターだけが写った写真がカメラのデータに追加された。あ、デジーチという、あれだね。あー、でもこの状態だとまだ見れないわ。まあいいや。とりあえず、スキットは後で見るとして、スキットってあんま呼んじゃうと良くないと思うな。ゴーストークね。ゴーストークは後にして、リビング行きましょう。ふむ。まなみ、ちょっと頼みたいことが。みひろ姉とお父さんに、こうすけを憑依させるで大丈夫。え、人を憑依させることもできんの？まなみちゃんだけが憑依するわけじゃないんだ。ああ、頼んだ。どうだ？お？お？姉貴、親父。こうちゃん？お前か。お前だったか。いきなり取り付きって悪かった。はは、なんだか力が入らないな。どうして？バカ。ごめん。なんてことだ。母さんになんて言えばいいんだ。そう、前回は、ゴーストタッチで、文字を書いたんだよね。でも、やっぱ、コウスケだということが、わからない、状態だったんだよね。文字だけの会話だったから。でも、憑依したことによって、多分だけど、多分、やっぱ、わかったのかな？見えたのかな？憑依すると。ちょっと、憑依することでどうなるかわかんないんだけど。俺が直接言うよ。こうなってしまったのはきっとちゃんとお別れをできなかったからだと思うから。そうか。そう、死んでしまったのは事実。ってことが家族に伝わったね。いや、頭では分かっているんだ。分かっていたつもりだった。しかし。どうしてお前まで。お前まで。他にも死んだ人がいる。あれかな、幼馴染のまなみちゃんのことかな。とりあえず、コウスケ、時間を置いてまた来なさい。今度は母さんがいる時にな。分かった。じゃあまた今度。とりあえず話は進んだね。まなみの力が途切れ、コウスケの憑依状態は解けた。くっ。いや、辛いよね。自分の
息子が死体が見つかってないから生きてると信じてたんだけど、まあ、ここで死んでることが分かってしまったということだね。兄貴どこ行くの？みかんちゃん行かなくていい。今は一人にさせてあげよう。コウスケ、少し時間を置くべきかもしれんな。どこか遠いところでも行って気分を変えた方がいい。そうかもしれませんね。3人は少し時間を置いてからコウスケを探しに行った。最初に見つけたのはやはりマナミだった。彼は高校の屋上で夕焼けの空を眺めていたか。あ、ここに来ましたね。あ、空見れるんだこれ。なぜだか夕焼けを見ていると無性に家に帰りたくなる。一度でいいから屋上から夕焼けを見てみたかったんだ。やっぱりいいね。見たことなかったの？あれ、でもバレエやってた頃があったんじゃないかな。あ、その時って中学だっけ。そっか。で、体悪くなっちゃって、今16歳だけど、ね、死んでしまったの16歳だけど、ずっと病気で高校には来てないのかな。よし、とりあえずね、ここを会話してみるんですけど、あれも、あれか、前回と同じだな。じゃあ、とりあえずね、また何か変化があるまで進めていこうかなと思うんですけど、今なんか相手もらったけど、テキスト変わってなかったと思うんだよね。とりあえずじゃあ、ゴーストーク見るか。ちょっと待ってね。どれだ？アイテムだっけ？アイテムの大事なものか。デジーチ。デジーチ。写真についてかな。それにしても、コウノスケ、このカメラすごいな。40年前にはこんなハイテクなかったぞ。あ、デジカメがまだ存在してないのか。そうだよね。おじいちゃん世代だもんね。と、世界はさ、進んでるからさ、この人若く見えるけど、イラスト的にも。じいちゃんだもんね、この主人公にとって。だ、昭和生まれとかも特に初期なんだろうね。ミラーレスのデジタル一眼だからね。お小遣いをために貯めてやっと買えたんだ。ミラーレス一眼？私もね、カメラ詳しくないからちょっとわかんない。そう、しかも M シリーズのイメージセンサー搭載、有効画素数2700万画素、そして広角、よくわかんない16mm 分の、F なんちゃら、わかんない。広角、まあ広い範囲が撮れるみたいなことかな。コウノスケ、あー、スイッチ入っちゃったで、段階のズームがさらにこうなると長いんだよね予想、ちょっとキャラクター的にそうなると思ってなかった。すげえ、こういうキャラクターだったんだコウスケくんって。やっぱ好きなことになるとね、ちょっとね、熱入っちゃうよね。ちょっと公園行ってみる。あ、保健室も寄っとこう。これ多分進行するでしょ。うん、あら、そのコイン海外のものね。私が小さかった頃、父からもらったものなんです。仕事で海外に行っていたことがあって。これね、いおりけいさんね、あんまりなんか、ストーリーに関係ないように見えてるんだけど、これ、まなみちゃんの友人っぽいです、これ。保健室によくいる、大和なでしこ的茶道部員っていう風に解説の方書いてありました。なので、主人公には直接関係ないんだけど、まなみちゃんの知り合いなので、ちょっと定期的に来たいと思います、保健室には。私が小さかった頃、父からもらったものなんです。仕事で海外に行っていた時があって。素敵じゃない、思い出の品なのね。その頃父はなんだか楽しそうでした。彼女は外貨のコインにありし日の父の笑顔を見ていた。彼女の父も教会人なのだろうか。そうなんだよね、お父さんが死んでるって話なんだよね、もともとね。それの父親のことも合うのかな。サブストーリーであるといいけど。そう、ここで2つイベントがあるね。バレー部の2人。これもだから、まなみちゃんの友達なんだよね。あと、一応、こうすけくんとも面識があると。三田先輩ってあれ？三田かな子はすでに帰ってしまったようだ。どこへ行ったのだろうか。おー、珍しくイベントがちゃんと進行しなかった。プールに行ける？今空いてる？あー、今活動行われてんだ。みんな、あ、そうだね。前回の時だと、なんだ？まだ、プール開きじゃなかったよって話だったね。みんな人の泳ぎの速さにしか興味がないと思ってたけれど、案外別のところを見られているもんなんだな。どうしたの、ボート眺めちゃって。泳ぎたくなっちゃった。そうだね、もともと水泳部員だもんね。ただなんか苦しそうに泳ぐって話されてたよね。かもな。でも今はやめておこう。兄貴は泳ぐの好きなの？好きかどうかか考えたことがなかった。え、ないの？じゃあなんで部活に入ったの？うん、全く同じ感想を抱きました。それはもちろん泳げるようになるためだよ。え、逆に泳げないの？泳げなかったの？フリー。フリーってあれだね。アニメのタイトルでもあったけど、フリースタイルなのかな。うわ、もう、狭間くん HP マックスしてる。ちょっとアイテム装備入れ替えますね。
はい、リミットレスは次はジンさんにつけました。蔵之介さんですね。でここでフリーを見ていきましょう。レッツゴーストーク。フリー、兄貴は何を泳ぐの？俺はフリーしか泳がない。これね、これがあの京アニのねフリーってアニメの名言なんだよね。ということではなく何でも泳ぐよこのゲームが作られた頃だとちょうどタイムリーなのかな。クロール、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ、オールラウンダー。一番得意なのはバタフライかな。中学の時は全然泳げなかったけど、あ、バタフライが一番泳げんの。私はクロールが一番泳げます。大体の人クロールがいっちゃん早いって言うよね。急成長、自分でも不思議なくらいね。だからあれなんだ、主人公の最初の技っていうのかな、これスキル見た時にバタフライトなのかな。あ、いや、ネガストロークが先か。でも強い方がバタフライトだもんね。そういうことなんだな。お、東雲駅が追加されました。駅急になんか街から出れるようになったじゃん。え、でも、待ってね、ちゃんとあのいろんなところを探索してから東雲駅行きたい。公園とかも行こう。はい、じゃあ追加された東雲駅、東雲駅で合ってるな、東雲駅行こう。おお、もう証明写真に写ることもない。悲しいな。でもそうだよね、写れないんだもんな。もうここら辺会話聞けたりしない。お、しりとり。え、な、ゴーストーク結構あるね。しりとりなんで今もらえたかわかんないけど、いつだって唐突に始まるゴーストーク。はい、こういう追加要素好きなんで見ていきましょう。しりとり、マジカルマ、マジカルマって何います。窓、ドア、アイス、スモモ、モモ、モ、モモのうち、違うよねそれ、連帯責任あれどこまで続いてたの。あ、負けちゃった。いや、むしろ勝ちだよ葵ちゃん可愛いな葵ちゃん。IC カードのチャージができる券売機、特にあれかな。もう駅入っちゃっていいんかな。入ろう。電車に乗って出かける。乗れるんだ。乗るという概念はあるのかな。どこか行きたいところはあるか、幸之助。特に思い当たらないかな。じゃあこれなんだっけ。もうね、編集はまだ全然進んでないんですけど、読み方辞典みたいなの見たんすけどね、覚えらんねえな。足なこだっけな、足なこだったと思う。足なこはどうだ。え、じいちゃんおすすめスポットだぞ。足なこ国定公園、すごいね。兄貴行きたくない。うん、そんなことはないよ、俺もあそこに行きたい。実はコウスケにとっても結構お気に入りの場所だったり。うん、実はそうなんだ。はっはっは、我ながらナイスチョイス。ではそのまま出発進行。出発。そう、ジンさんがね、あの大人なんだけどすごい子供っぽいのいいよね。めっちゃ綺麗やん、めっちゃ綺麗な CG。 ほのかな潮の香り、たまに見える鳥たち、セミの鳴き声はけたたましく、草はサラサラと風に揺れる。それでもこの夕暮れはどこか静かだ。カメラ持ってくればよかったかな。もうなくても大丈夫だよ、必要なくなったんだ。それもそっか。あー、まなみちゃんのために撮ってたのかな、ずっと。まあ、カメラが好きだってのもあるんだろうけど。だからもうお前は景色を見に行けるから、俺が写真撮る必要はないよみたいな感じかな。かっこいい。勝手に私が考察して勝手に喜んでんだけど。よし、皆の者降りるぞ。降りよ降りよ。足なこ国定公園。わあ、広いな。自然もたくさんあるし、ここも静かで落ち着くね。じいちゃんはな、何か行き詰まった時ここでよく釣りをしたもんだ。考えることをやめてぼーっとする、そんな場所だったな。そうね、この人論文も書いてんだよね。あの、酒が好きなんだけど酒作ってるわけではないのかな。私そう思ってたんだけど、すごい論文書いてたんだよね。そうだったんだね。せっかくだしいろいろ歩き回ってみようよ。そうだな、そうしようか。ではコウスケ君、君を案内役に任命しよう。まあそうなりますよねよく来てるらしいしね。結局暗くなるまでみんなでゆっくりした。葵ちゃんと遊んで、じいちゃんと話して、まなみと歩いた。なんだか少しだけほっとした。暗くなってきたし、そろそろ帰ろうか。うん、そうだね。楽しかった。今度はキャンプでもやるか。賛成。コウスケ？みんなありがとう。お？コウスケの防御によるダメージ軽減率が 1.5 倍になりました。ストーリーが進行したからかな。どんどんキャラクターが強くなるやん。コウスケたちは夜になる前に狭間の世界へ帰った。ふえー。帰ってきましたね。もう女神様がそもそもあれじゃん、まなみちゃんだったから、
特にその子と喋ることも今なくなっちゃったんだよね。どうすればいいんだろう今後。一応現在の目的としては、コウスケくんがなんで死んだかわからないじゃない。だからそこに関して話を進めていくんだよね。みんなサブストーリーはあるとは思うんだけど、特にジンさんもほぼ解決してるようなもんだよね、メインストーリーで。ジンさん解決してっから、葵ちゃんのサブストーリーくらい、あと主人公がなんで死んだのかってのと、まなみちゃんがなんで女神様になっちゃってたんって、そういう話だよね。私さ、このさ、おっさんがさ、すげえさ、なんでこっちの勝手な感性なんだけどさ、運転手なんじゃねって思ってんだけど、こいつに喋りかけてもイベント進行しないんだよね。なんかさ、虫のいい話だみたいな、やり直すなんて虫のいい話だ、俺はこの手でって言ってるから、自分がトラックでこの子を引いちゃったっていうことなんじゃねえのって思ってんだけど、特に進行しないのよね。あとこれも気になるね、黒髪くんもしかして魂を2つ持ってるって言われてる。気のせいかもしれない、そうじゃないかもしれない。最初はね、私ね、このまなみちゃんがこの主人公の中にいるのかなみたいな、その岬で撮った写真でさ、黒髪のまなみちゃんが写ってたじゃん。からそれでこの主人公守ってくれてる的な話なのかなと思ってたんだけど、なんかどうやらそうじゃなかったねなんで2つなんだろう、なんかあんのかな過去とか。うん、どうしよっかな。心がざわつく感じがする。何かが動き出してしまうような。話がさらに進行するってことこれ。これなんか後には戻れませんみたいなこと。ちょっと、それ行くんだったらもうちょっとあれだわ。細かく調べときたいわ、いろんな場所を。